カジサクの屋根裏部屋。どうも、カジサクです。どうもです。ヤサケです。ツネです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやついにね、はい、ヤサケさんのハリアーが戻ってきました、はい、いやありがとうございます。おかえりなさい、ハリアー。はい、はい、そして、ハリアーが帰ってきたということは、はい、ジープ、はい、目黒店、はい、松本さん、はい、お会いしてきました、はい、もう毎週登場、マジで毎週登場してるやん。はい、そしてですね、今回は、まず行きました、そしたらもう、車で駐車場入ったらすぐもう出てきてくれるんですよ。もう外ずっと見てるんで、松本さんは。そうだよね、ちゃんと出迎えてくれるんだよな。すごいんですよ。多分5分、10分前ぐらいからずっと見てるんですよ、こうやって、うん、で、バーって入ってたらすぐバーって来て、うん、ラジオも聞いてくださってるんですよ。そう、だってコメントくれてるから。そうですよ、松本さん、いつもありがとうございます。ありがとうございます。で、バーって来て、で、ドアの横来て、あ、どうもお疲れ様ですって言ったら、安井さんです、ね、すいません、ネタがなくなりました。終了。劇団ジープ解散。劇団ジープ解散。第一章終了。そうですね。うん。藤崎さんもおっしゃっていた通り、ちょっと申し訳ございませんでした。いや、謝らなくて大丈夫です。いや、もう十分すぎるのよ、もう。うん、で、最後にね、ハリアの方もちろん綺麗になって持ってきました。で、僕にパッて鍵をパッて落として、普通の営業マンに戻ります。マイク置いて、マイク置いてみたいな。やかましいわ。あの方やんかな。山口桃江さん。山口桃江さんみたいなことやんか。いやでも、はい、これは松本さんごめんなさい、まあ振りになっちゃうかもしれないけど、はい、俺はあくまでも第一章やと思ってます。またいつか第二章が、はい、そうですね、またトンボ多分近々そうなんですよ、ぶつけられるでしょ。ちょっと待って、僕はまただから今ジープが手元にない状態ですから、うん、僕また行きますから近々。そうよね、はい、その時にもしかしたら。いや第二章早すぎるから。楽にしてあげてよ。そうですね、そうですね、コメントくれてたのよ。そうですよね、そうやんか。そしてなんとですね、そんな松本さんがこの度ですね、はい、カジサックの楽屋、はい、有料会員になってくれた。ありがとうございます。すいません、本当にもうありがとうございます。松本さんからも近づいてきてるというね。近づいてきてるんですよ。ほいで、コメント残してくれてはって、はい、内容が、またネタの方を仕事の合間に考えておきますと。はい、仕事せえと。いやもう最高な男ですよ。いや最高です、本当に松本さん、ありがとうございます。ありがとうございます。で、まあ僕の話になってくるんですけど、はいはい、最近実はメンバーにはもう言ったけど、はい、インプラントをね、そうですよね、入れようっていうか、実はね、こんな話あんまりしたことなかったけど、うん、僕もともと歯があんまり良くないんですよ、はいはい、で、カジサックになる前に、うん、カジサックやろうって考えた時にさ、俺1年間準備してきたってね、はいはい、言ってるんですけど、はい、うん、その1年間で俺実は歯医者にグワーって通っててん。そうですよね、そう、もうカジサックでいつかやるから、はい、そのまでには歯をきれいにして、はい、カジサックでドンってスタートしようと思ったんだけども、はい、まあガーって言ったって毎日行けるスケジュールはないから、うん、行ける時にわーって言っててんけど、はい、1年じゃ間に合えへんかったのよ。ああ、そうだったんすね。そやね、だから実はずーっと俺ん中でいつか歯ちゃんと治したいなって思っててんけど、うん、もうカジサック始まってからはさ、ずーっともう鬼のようなスケジュールで動いてきたから、より忙しくなりましたからね。より忙しくなっちゃったから、やっと2年半経った今、はい、2年半今日かな、うん、決めたんですよ、やること、うん、で行ってきたんですよ、この、はい、すごいね、インプラントって。うん、僕全然わかんない。何なんですか、インプラントって。ね、インプラント。説明して。全然知らんもんな。そのまま帰ってきたよ、インプラント。説明、まあ要はだから、歯ですよね。歯悪いっていうのは、その虫歯っていうことですか。ね、はい、僕、下の歯が結構ガタガタやったりするから、はい、まあ、奥歯がもう僕なかったりするんですよ。うんうんうん、そこにインプラントを刺して、はい、それを軸に歯を作っていくみたいな。はい、ああ、そういうことなんだ。そういうことなんですよ。うん、はいはい、全部の歯をインプラントにするんじゃなくて、はいはいはい、奥歯にインプラントをつけるみたいな、はい、ことなんですけど。はいはい、そんなすごいことすんねんやって思った俺。もうね、工事。どういうこと？要は、はい、歯茎の中に、はい、ボルトみたいなの入れるんですよ。はいはいはい、なんていうの、ボルトというか、うん、ネジ穴みたいな、ネジ穴みたいなものを入れるの、はいはい、でそのネジ穴にボルトを入れるみたいな、そういう穴を開けるんだ、まず。そうだから、まずやるべきことは、そのな、今何て言ったっけ、ネジ穴、ネジ穴を仕込むとこからなのよ、はい、なるほど、歯を入れる土台を作るんだ、まず。そうそうそう、なるほど、手術よ、だから。
結構なことっすよね。結構なこと、まず歯茎をガサッ切って、うわ、麻酔で、はい、うん、でそこに、何やったっけ、ネジやな、なんで何がなんでネジやだけ忘れんのそんなむずいっけっていう催眠をかけられてるぐらい覚えれない。ネジ穴どういう作業を切ってネジ穴をゴン入れて、はい、ほいで、あのウィードルルルみたいな。そうか、だから全身麻酔じゃないですもんね。そう、ただ、はい、全身麻酔みたいなことも可能やってん。あー、なるほど。それを選ばしてくれて、めちゃくちゃ素敵な歯医者さんで、はいはいはい、ちなみに嫁サックは探してくれて、うん、嫁サックも実は歯今直してて、はいはいはい、で、嫁サックもいろんな歯医者さんこう通って、はい、ここめちゃくちゃいいよってなった歯医者を、僕は紹介してもらって、行ったんですけど、はい、もうすごかった。もうドゥドゥルルルルってなんかこう、うんうん、埋め込んでいくみたいな。で、全身麻酔もありますし、はい、部分麻酔もありますけども、はい、どっちがいいですかって選ばせてもらって、俺全身麻酔怖いから、はいはい、ああ、そうなんだ。で、なんて言うんだろう、体を切ったりとか手術するような大きな手術の時の全身麻酔ともちょっと違かったりするのよ、うん、あ、そうなんですか、ね、軽めの、はいはいはい、全身麻酔みたいなのがあるんですけど、はい、って言われたけど、俺はまあこれ人によって変わると思うね、はい、うん、もう本当に怖がりの人は全身でって、うんうん、はい、俺はちょっとそっち選んじゃうかもしれない。絶対そっち、目覚めたら終わってるタイプ、うん、そう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 、はい、俺は全身麻酔の方が怖いの俺。ああ、わかります。どういう、わかる、わかります、わかります。どういう怖さ、眠ってしまうのが怖いんですよ。なんか変な言い方です、しんこのまま、そうそう、目開けへんかったらどうしようみたいな。本当に、それが一番怖い、ベタな理由やん、はい、まあまあそうか、最高じゃん。何が怖い、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 最高、最高、最高、出た、サコタケ、サコタケ、いいか、どっか行っちゃったイコタケ、イコタケ、どっちかって、どっちかって、いや、もうどっちでもいいです、サイタケ、サイタケ、どっちでもいいんですよ、サイタケ、サイコ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 ケになっちゃった、サイコにも、ね、いいね、サイコケ、サイコケだ、サイコケ、何やねん、こ、そん、それ、最高じゃん。考え方によるんですけど、はい、うん、その怖いこと言ってるよお前小学生の時とかのノリでね、うん、はい、一番いい死に方とか話したりするじゃないですか。まあまあ、あんまあなさんけど、小学生で話すの、そう、あんまあなさんけど、僕毎日喋ってたんですけど、まあ1億円当たったらとか流れで、一番いい死に方ってなんだろうみたいな、うん、時にやっぱその何にも痛みもなく眠るようにやっぱ死んでいくが一番いいじゃないですか、ね、意識なく、それはもうやりたいことをやった後だよ。そうよ、まあまあそうっすけど、はい、志半ばでっていう話になってきたら、だからこれは家族いる人間といない人間の違いじゃないですか声の張り方がサイコ系サイコ系、完全にサイコ系、系統チームがおるがな。え？チームがあなたには、うん、いや、そんな深く考えてねえんだよ毎回毎回よ怒ったふわっとふわっと言ってるかな、おこたけ出たよ、おこたけだったな、完全におこたけの顔を見せたいんだよな、そのものに三輪明宏さんみたいな感じもののけ姫 の、 あの温度がね、はい、声を入れてる時のなんとなく言ったらこうなった、とにかく俺は怖いから、うん、はい、俺は部分でやった、部分、はいはい、俺まだ入れるからね、もう一個、あ、そうか、まだ終わってないんだ、両方に下入れたくて、はいはいはい、ちょっとやっていこうかなと思って、しっかりとね、え、部分麻酔で、でも怖くなかったっすか、そのガガーって、ね、感覚が分かるわけじゃないですか、一緒に怖かった、こんなすごいねやと思った、でも痛くはないよ、全然麻酔してるから、はいはい、うん、響くんですよね、顔面に全体に、全体というか、まあそうやね、ちょっと響くね、はあ、へえ、ほんと工事よ、すごいな、ほんで塗ってもらってみたいな、はいはいはい、だからでも腫れで言うたらなんかすごい本当にいいお医者さんで、うん、中にも薬入れてくれて、できるだけ僕の存在というか僕のことも分かってくれてはるから、はいはいはい、なるべくこう腫れないように、はいはいはい、もうお薬も中に、歯茎の中にお薬も入れて、はい、忍ばして、はい、そんなんできるんですね、ってやってくれはったからだと思うんだけども、はい、ほとんど腫れなかった、ちょっと腫れたぐらいで、その痛いとかはどうなんですか、痛みも全然大丈夫やったね、で薬ももうなんかものすごい分かりやすく渡してくれはって、はいはい、できるだけ腫れない、できるだけ痛みが出ないように、うん、もう万全にしたんで、いやーすごい、だから痛ーって言ったことなかった、それすごいっすね、もう常にロキソニンも入れてるし、はいはいはい、はい、なんかすごいちゃんとしてくれてあって、もう何時にこれ飲んでくださいねっていうのがもうびっちりスケジュール表みたいなの作ってくれて、はい、安心ですね、そう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 、今歯もう入ってるんですか、じゃあまだだからそのあ今ネジ穴、ネジ穴ネジ穴を手分からんの入れてる状態やから、なるほど、ね、でそれをこっからやそこ定着させるっていうのか、はい、定着なんていうかな、うん、そこ固めて、うん、
実際インプラントを入れるのは約3ヶ月後って言ってた。あ、そうなんだ、うん、このネジ穴くんをとりあえずここで落ち着かして、なるほどなるほど、あの慣れさせて、はいはいはい、ほったら多分もう一回切開やろね、歯茎切って、はい、ネジ穴くんを出して、そこにボルト入れて、なるほど、そうか、一回ネジ穴埋まっちゃうってことなんや。そうそう、埋めてる状態。そうなんだ、すごい大変ですね、話だけ聞いてると。これがインプラントなの。なるほど、サイボーグみたいですね。そうやんか、かっこいい、本当にかっこいい、かっこいい。じゃあ全部しちゃおうかな。アホやな、アホ、アホ2人かっけえな。ちょっと直していきたいな。わあ、でもね、まあ綺麗になった方がいいですもんね、そら。思っていますんで、そんな報告でした。はい、ありがとうございます。一旦広告です。さあ、はい、ここからは皆さん最近本当にたくさんコメントをいただいて、ありがとうございます。あの質問や悩み相談ありがとうございます、はい、では安武さんよろしくお願いします、うん、はい、はい、では屋根裏ネーム三浦大地さん、大和さん、三浦さんから。三浦さん、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。相談です。 YouTuber として本当にキラキラしている皆さんにご相談です。そうなんですか。違う、相談ですでしょ。はい、耳もインプラントしてこよ。耳もインプラント。そうなんですね。そうなんですって言うて、俺急にカビラ、カビラ感出してきたから。そうなんですって言ったら、そうなんです。いや、カビタケやったよ、カビタケ、ビラタケや、お前。そうなんです、そうなんですよ。聞こえた。いや、聞こえましたよ、僕は。僕はそうなんです。ほら、いやいや、もうまた青が2人常に青が2人いるんですよ。急に、そうなんです。相談です。相談です。相談です。はい、自分が本当にやりたいことを仕事にする難しさと大変さってどんなことがあるんでしょうか、教えてください。あー、なるほどね、うん、なるほど。自分の本当にやりたいことを仕事にする、うん、まあ良くも悪くもね、うん、メリットデメリットはもちろんあるでしょうよね。はい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 、はい、まあやっぱり充実感よね、ベタにね。そうですよね、うん、仕事終わった後の充実感、うん、例えば仮に僕だったら、うん、ルーティンでね、はいはい、仕事終わって子供たちも寝た後に、うん、ルーティンで氷結を飲んで、うん、一日を振り返るじゃないけど、ね、はい、あー疲れたなーって、うん、なった時の気分がまあ180度というかね、うん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 、例えば俺がキングコングとしてやってる時ももちろん楽しい時もあったし、はい、楽しくない時もあった、うん、それは言うたら跳ねるの扉が終わってから、まあ、よく僕言ってますけど地獄の5年間があって、はい、だその時の夜とかは、うん、もう何も楽しくないよね、うん、お酒飲んでても、うん、はい、やりたいことできてないから、はいはい、あ、今日も一日終わったな、はあ、はあ、みたいなので終わる感じ、はい、で今は全然ちゃうやん、はいはい、違いますよね。次何したいことあるかなとか、うん、もうワクワクの方が勝っちゃうから、うん、で圧倒的に時間経つの早いのはやりたいことやってる時、まあそうですよね、うん、だ何が正しい正解ってないから、こういうの、はい、うんうん、俺はその違いはでかかったかな。確かにね、まあでもだから好きなことを仕事にすることっていうのは、うん、まあそういう側面もありますけど、はい、やっぱこの理想とやっぱこう違ったみたいなこととかはあるかもしれないですね、はいはい、あるよ。だってそれで言ったら芸人もそうじゃない、うん、そうですよね。俺はよう言ってるけど、トンネルさんに憧れて入ったけど、うんうん、こんなに裏の仕事多いんだって、それはまあ当たり前やねんけど、そうなんですよ、ね、知らんから、知らないんですよね。俺らからしたら見てるトンネルさんはもう打ち合わせとかなしでネタ作るとかではなくて、うん、もうただカメラの前で楽しいことをしている。確かにそのイメージやったから、はい、その準備っていう部分が抜けてんのよね。そうなんですよね、うんうん、でまた俺がたまたまやっぱり入った一発目に門を叩いたのが跳ねるの扉やから、はい、まあ、バラエティー界の中でも一番って言っていいぐらい準備に時間をかける番組だったから、うん、余計衝撃やったよね、はい、なんじゃこれ。打ち合わせ18時間って何どういうことっていうね。ええぐらって言われてたからね、やっぱそのイメージはあったな。そこはだからね、うん、ありますよね、まあ、この方難しさとか大変さを聞かれてるんですけど、うん、はいはい、でもそれで言うと、うん、なんですかね、その夢中になってる時って、うん、それをやっぱその、まあ、カジサックが言った通り、うん、苦じゃなくなるじゃないですか、はいはい、例えば僕で言ったら、うん、今、まあ、基本的に休みが、うん、たまに、まあ、週1とかあったりするんですけど、はい、まあ、生配信するかもしれないとか、うん、まあ、基本ないみたいな状態じゃないですか、うん、でもそれが嬉しいんですよね、もう、うんうんうん、苦じゃないし、うん、苦じゃない、はい、カジサックとしての活動がもう一個できるんだってなるから、うん、
だそのなんだろうメンタルによって同じことでも、うん、もう休みないじゃんってなっちゃう時と、はいはいはい、だ安田ギター例えば芸人時代にバイトをたくさんしてたやん、いやそうですね、うん、それで言うと分かりやすいよね、うん、うわバイトかっていう気持ちになるから、ね、バイトを時間ある時に入れていかなければいけない、そう、ね、生きるためには、ね、そうですね、はい、ってなったらその時はもうストレスがやっぱりすごかったわけ、そうですね、うん、やっぱそれこそ飲んでも全然楽しくないし、うん、何やってんだろう、遊んでると何やってんだろうって気持ちになっちゃうんですよ僕、だからそうなんか遊びたいって全然思わなかったですね、うん、そうなのだからそれも、うん、あそれは今その時です、その時、はい、遊びたいと思わなかった、はい、なるほどな、面白いよな、何が正解なんだろうね、それがいいのか、うん、そうですよね、うん、でえならちょ俺今の話で言ったら遊ぶ暇ないから、はい、それはそれでええんかなとか、うんうん、だってあの腐ってた時の方がまだ家族との時間長かったもん、あーそうですよね、時間で冷静に考えたら、はい、そうかそうか、だから何が正解か分かんない、確かにね、でもとはいえ、まあ、俺の場合はちょっと特殊やから、うん、もうやることが無限にあるから、うん、そうなってるだけであって、はい、一番理想とするのはやっぱりやりたい仕事について、うん、週に2回ぐらい休みがあって、そうですね、はいはいはい、っていうのが一番ベストやろ、理想はそうですよね、うん、あ、うん、でもだからそのやりたいことをやることが僕も絶対にいいとは思うんですけれども、うん、はい、うん、やっぱその例えば、うん、もうほんと細かい話、うん、そういうお金とか、うん、そういうのがついてきて初めて充実するとは思うので、まあな、確かにリアルにそれは絶対そうだから、好きなことやりたいことやれてても、うん、要はね生活ができないっていう状態にの人もたくさんいるでしょ、うん、そうなってくるとまたこれはまた話が、うん、俺それ常から聞きたいわ、あ常ってそういう状況結構あった、はい、ありました、ありました、むちゃくちゃありました、な、うん、やりたいこともやってたやろうけども、はい、収入がついてきてない、そうなんですよ、うん、その時の気持ちどうなの、結構やっぱ辛いです、やっぱり僕はもう芸人としてこうやっていきたいっていう中で、うん、まあ、収入が少ない、うん、でも、まあ、アルバイトもやってる、うん、でまあ、バイトしたくないじゃないですか、うん、でも、まあ、家族養うためにしなくちゃいけない、そうだね、でも、うん、帰ったら一時期やっぱ奥さんに、うん、もういつまでこの生活続くみたいなことも言われたりとか、なかなかやね、はい、うんうんうん、で、まあ、バイト辞めたら辞めたら家族の時間が増えるけど、うん、お金またない、そうですね、余計家族関係も良くならない、奥様働かれてたっても、うん、それでも足りないっていうことになるから、はい、うんうん、なのでここはもうかなりあの苦労したというか、うん、今でこそこうやってカジサックメンバーに入れていただいて、うん、カジサックがこうお給料いただいたりもしてますけど、うん、けどやっぱりここに行き着くまで結構だからやりたいことをやるにはやっぱリスクっていうのはすごく、確かにな、はい、今の重みあるね、うんうん、かなりあると思いますね、うん、でまた常の場合は家族がいるから余計ね、確かに、うん、これがまた独り身やったら話ですね、そうですね、難しいよな、難しいです、うん、でもやりたいことを探す行動はすごく大切なんじゃないかなって思いますね、うんうん、あとはどっかでまた変わるかもしれないですよ、多分俺が思うに、やりたいことじゃないな、うん、俺今やってることってって思う会社に勤められてる方も、うん、向き合い方を変えた時にとか、うん、すごい素敵な人と出会ったりとか、うん、仲間だったりとかした時にまた新しいね、そうですよね、見え方がして、うんうん、見つかって、あれ俺私やりたいことになってきたかもってなる可能性もあるから、うん、もう結局は気の持ちようだったりもするじゃないですか、捉え方次第だ、捉え方次第かなと思いますね、今日真面目だね、真面目な話いいね、いいで、こうたまにはいいですよ、こういうたまにはいいですね、いい、すごいって感じかな、はい、もう一個行きましょうか、行きましょう、はい、屋根裏ネーム S 春菜さんでいいのかな、うん、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、相談いいですか、あ、わかりやすい、うん、今のわかりやすい私は高2なんですが、寝る時間が23時から次の日の2時なんです、うん、どうしたら早く寝れますか、学生時代どうしてましたか教えてください、なるほど、ちょっと可愛らしい、あ、その3時間の間に寝るみたいな方が、だいたい23時から2時なんですけど、うん、ちょっと学生にしては遅いですよね、うん、はい、なるほど、はい、どうしたら、どうしたらどうしたら寝れるんですかっていうことですね、だからもっと早く寝るにはどうしたらいいですかってことはい、めちゃくちゃ可愛いでしょでもまあまあそう捉えればすごい可愛いですけど、はい、確かに明日寝早いから寝なきゃいけない時に寝れないってみんなよく、はい、ある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 、うんうん、っていう意味でもそういう時どうしてるかみたいなことだったりするのかな、はいはい、
にもなるかなと思います。俺はもうルーティンにするしかないと俺は思う派やから、うん、何かみんながね意見であのこうやったら寝れますよっていう意見あったら欲しいねんけど、はいはい、俺はもうとにかくルーティン、うん、もう絶対人って脳で動いてるやん、はいはいはい、もう脳が気づくのよね、うん、この時間になったら眠くなる、はいはいはい、この時間になったら起きるんですみたいなことになってるから、うんうん、俺は時間を変えたい時はもう徹底的にその時間に寝るんだって決めて頑張るな、はあ、もう眠くなくても眠くなくても、うんうん、あとその眠るルーティンを作るね、うんうん、まあ俺で言うたら動画をつけながら横になる、確かに確かにするから、はい、とにかくこの体脳みそに、うん、このこいつは俺はこの時間に寝るんだよって叩き込むことが大事なんじゃないかな。勝手に目覚めへんだってあの時間とかさ、あ覚めますね、確かに確かに、あれってそういうことやん、もう体がルーティン化されててこの時間に起きるっていう、なるほど、目覚ましいらんかったし、はいはいはい、うん、しますね、びっくりするぐらい同じ時間帯に起きひん、そうですね、確かに、うん、そうですね、はい、僕は今朝はもうコロッケに起こされるようになっちゃって、うん、それがコロッケってどっち、あの一匹一匹いや一人しかおらんやろみたいなこと言いたかったんだけどなんでコロッケさんが俺の寝室にいて起こしてくるんですか仲ええかもしれない仲良かったら言ってますよ隠してない隠してない、俺が大好きだからって隠してない、隠して独り占めしてないよ、紹介してくださいよ、仲良くなったらコロッケさん、あコロッケ犬のコロッケが同じ時間に起こしてくるんですよ、顔もビッてやるんですよ、うん、それすごいね、同じ時間に起こしてくるって、うん、大体もう同じ時間、お腹空いたんですかね、いやだからそれも、うん、そうそう、お腹空いたりとかの、うん、コロッケのルーティンだった、コロッケのルーティンで起きるようになっちゃいましたね、うん、時間で言うと僕は朝、はい朝、お前でも寝んの結構遅いよな、遅いです、だからでもだから起こさ、確実に起こさっていうか絶対起きちゃいますもう、それで、はい、それもトンボのルーティンになってるんだろうな、なってる、うん、で昼寝をどっかでするとか、うん、はい、そうですね、いうことやな、はい、なるほどな、うん、どう、僕んとこはあの何でしょう、子供が寝るの遅かったら、うん、あ今日昼間体動かし足りひんかったんかなって思うんですよ、なるほど、はい、なので子供が寝るの遅くならないように、うん、昼間体動かすように外に遊びに連れてったりとかするので、うん、こう体を使ってこう体力を使うことすればその早めに寝れるんじゃないかなって、この高2の方もね、はいはい、あと運動したりして、はい、運動は絶対いいかもしれない、そうですね、いいですね、うん、早く寝たがってんねやったっけ、早く寝たがってんですだから結構今はもうスマホとかがあって家でこうダラダラして、ね、でもどう、俺ら高校の時もさ、はい、そんなもんじゃなかった、いや実際僕もそうでした、うん、そうでした、はい、24時ぐらいじゃなかったね、まあ、てか眠くてしょうがなかったっすけどね、あ成長期だし、安武はまた寝るのめちゃくちゃ早かったから、うん、親のしつけ的に、そうですね、あでも僕はこの高校ぐらいの頃はラジオを聞いてるくらいだったんで、うん、あそうか、あれ小中か、はい、うん、もう夜中ずっと起きて学校、うん、朝からもう夜までずっと眠くて学校でも寝まくってましたからね、うん、あじゃあ寝るのがめちゃくちゃ遅かったやん、遅かったっすね、うん、そうだよな、12時ぐらいやったな俺寝たんは、はい、俺もそれぐらいかな、どれぐらいに寝たんやろな、10時ぐらいに寝たんやからもう、そうなんですか、それかなんか部活とかやられてんすかね、部活やってたらどうなの、あそうね、朝練みたいな、1日無理するっていうパターンもありますね、 ありますね、あるある、はいはいはい、リセットリセットリセット、そうだ俺それ言ってんの、はいはいはい、ルーティン持っていくっていう、そうですよね、うんうん、でも朝まで起きちゃうってことですね、そう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 、1日あの、うん、朝までっていうかそうね、ほぼ寝ずじゃないけども、はい、とにかく10時9時に寝る、はい、それでも1回じゃ厳しいからやっぱ2回せなあかんな、あーなるほどね、うん、うん、俺も一時期朝起きるようにしたいってなった時はそれやってた、無理やり朝起きて、うん、脳みそに叩き込んでっていうのはやってたね、うん、でもなんかその心理学的にもそのルーティン化するのめちゃくちゃいいらしいですからね、うん、あそうなの、はい、え睡眠をってこと、はい、こうしてこうしてこうなったらこの時間に眠くなるっても体がその対策のおっしゃった通りになったりするんで、うん、正しい正しい、あと精神的にも落ち着くらしいんですよ、すごい、うーんそうかそうか、そうなんかちょっと暗い話になっちゃうんですけど、うん、その自殺する、うん、してしまうのが、うん、男性より女性の率の方が低いっていうのは、うん、主婦の方が女性多くいらっしゃって、うん、でサラリーマンはバラバラの生活してるじゃないですか、うんうん、で主婦の方とかはルーティーンがあるんですよ、うんうん、決まってるからね、辛くても寝て朝起きて お弁当作ってお掃除してっていう、うん、そのルーティーンがあるから精神的に落ち着くんですよ、へ、うん、すごい話よ、心の体力が減らないというか、うん、よくなんか失恋しちゃったから、うん、じゃあちょっとパーッと行こうよっつって飲み行ったりして、うん、朝までカラオケ騒いでみたいな、うん、帰ってきた後にどっと疲れたり、うんうん、もっと落ち込んだりするじゃないですか、うんうん、それ精神的な体力が結局何も起こらないし、うん、結果も生み出さない中で、
そうなんです。だからある程度一定のことをそうやってルーティン化するっていうのはすごい精神的に落ち着いたりするっていうことで、俺じゃあめっちゃ正しいこと、めっちゃ正しいんですよ。てか俺、てか一郎さんやん。一郎さん、俺ルーティン化したのマジで一郎さんの影響やから、ね、うん、食べ物まで俺はしてないけど、うん、ルーティンって大事だなって思ったもん、ね、体がね、そういう風になるんだ。そう、なんか一個癖づけ、だから寝る前に必ずお風呂入る、まあ解釈で言うと、まあ前で言った氷結を飲むとかでもいいんですけど、一個これが来たらもう体が寝るみたいなのになるんですよ、うん、そうやな、はい、だからルーティンを作るっていうの1個。そう、うん、お名前何でしたっけ。お名前はるなさん、 S はるなさん、 S はるなさん、 さん、ぜひルーティンを作りましょう、うん、これをやったら眠くなるっていう、うん、とか、まあ何個か今意見出ましたけど、うん、はいはい、とりあえずやっていただきたいな、うん、で頑張って10時ぐらいに寝れたらいいんじゃないでしょうか。そうですよね、うん、はい、うん、頑張ってくださいね。頑張ってください、はいはい、はい、というわけでじゃあそろそろ曲いきたいんで、はい、いきますか。一旦広告です。さあでは、はい、行きましょうか。来ましたね。もうセッションがね、出てほしい。出てほしい。セッションどうなるかちょっとね、うん、完全アドリブですから、ね、そうですよね。どうやって言葉のキャッチボールをするのか。確かにこれどうなんのよ。またまたハモろうとするのか。おー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 、ね、誰から行くのかとかね、うん、もうわかんない、うん、そうね、これ確かに誰から行くのかすげー。いつか出るでしょう。はい、では今日まず歌い手から始めたいと思います。はい、この方です。また出た、カジサックが出た。はい、歌い手カジサックです。はい、そしてタイトル、はい、この方、おー、ツネ、ツネ、なんか多いな、この方。多いですね。確かに、確かに。はいはいはい、わー、わかりました。はい、どうしようかな。わー、わかりました。はい、というわけでございまして、うん、本日は皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様です。もうできるだけ皆さん、ルーティン化することを、ですね、イメージして、僕もこれからルーティン、はめていきたいなと思っております。はめるはめるって言うルーティンにはめていきたいと思っております。うん、はい、というわけで本日の歌い手はカジサックでございます。はい、歌っていただきたいのがマウンテンコーヒー。お願いします。朝起きて、朝起きて、まずやることは決まってるのかい。私はまず朝起きた。ヤクルトを飲む、それがルーティン。ルーティン。でも私の彼氏はヤクルト飲んでくれない。じゃあその彼氏が飲んでるのはIt's coffee It's coffee ちょっとたかしちょっとたかし、いつになったら私とヤクルト飲んでくれるの。どうしてあなたはいつもコーヒーばかり飲んでるの。ちょっとあなたの飲んでるコーヒーの銘柄見せてよ。何よこれ、何よこれ、マウンテンって書いてる。マウンテンって書いてる。あなたはいつもこのコーヒーを飲んでる。おー、終わり。いないやろ、最後の終わり。なんやろな、これな、ほんまに。どうやろ、別にヤクルトとマウンテンコーヒー別々でも一緒に飲みたい。一緒飲みたいのか。一緒飲みたいんやろな。そうか。そういうのない。まあ、そういうのない。広げるな、こっからトークに。あるけど、あるけどね。B 型の俺はあるのよね。なるほど。自分と一緒に。そうか、そうか、とかね。確かにね。あったりしますけど。いや、広がらん、このトーク。自慢いらん、このトーク。いや、本当にわーわー言ってますけど、はい、また来週、はい、お会いしましょう。はい、お相手はカジサックと、トンボと、ヤスタケと、ツネでした。ありがとうございました。ありがとうございました。